皆さんこんにちは。現在5位を走っている中日ドラゴンズ、交流戦に入ってからも低空飛行気味で、先日から行われているホークス戦では2連敗を記録。6日の試合にはなんとかリベンジを果たせたものの、試合全体を見ると不安要素が多く、しかも最下位のヤクルトが追い上げを見せているため、最下位転落の可能性も出てきています。一時期は単独首位に立つなど奮闘していた中日、一体なぜここに来て低空飛行が続いているのか。今回は中日ドラゴンズの低空飛行の理由をホークス戦での戦い方から振り返っていきます。6月3日から本拠地のバンテリンドームで行われているホークスとの対戦、そのホークスは現在パリーグトップを走っており、しかも独走態勢に入っているほど強力なチーム、相手にとって不足なしというチームです。そんなホークスを本拠地で迎え撃つ中日は、初戦の4日に WBC 選手でもある高橋宏斗投手をマウンドに送り込みます。その高橋投手は2回に甲斐選手のタイムリーで先制点を許しますが、中日は4回に細川選手のタイムリーなども飛び出し逆転、試合を2対1とします。援護をもらった高橋投手はランナーを出しながらもなんとか相手を抑え込み、5回107球1失点でマウンドを降ります。その後は自慢のリリーフ陣で逃げようとするのですが、7回に清水投手が暴投してしまい同点に。試合は同点のまま9回の表へと進みます。そこでまさかの事態が発生。なんと絶対的守護神マルティネス投手が決勝点を許してしまったのです。そのまさかの決勝点は、失礼ながらまさかの選手への支給から始まりました。その選手とは途中出場を果たした尾形選手でした。開幕前に支配下登録を勝ち取ったが、打率は9分5厘、2安打しか打っていない伏兵にカウントを悪くし、支給をもぎ取られたマルティネス投手、さらに二盗され、西後に栗原選手に決勝打を浴びてしまい勝ち越し、これが決勝点となり逆転負けを喫してしまいました。完全に格の違いを見せつけられた中日。とはいえこの日のソフトバンクのブルペンにはリーグトップの14セーブを挙げているクローザーのオスナ投手が不在でした。いろいろあっていつもとは違うゲームプランになってしまいました。又吉にしろ長谷川、松本にせよ違う役割をやってくれたと、小久保監督は苦心の継投をこんな言葉で振り返っていました。9回を任せたのは、これまたリーグトップの19ホールドポイントのセットアッパー松本豊投手。いつもと違う出番だっただけに、中日からすればチャンスはありそうでしたが、中田選手、リカーソン選手と長打力のある打者を3人で抑え、プロ初セーブを挙げられることに、チームみんなで掴み取った1点を何としても守りきると思って投げました。オスナがベンチから外れるって時から、そこ区会を任されるのは分かっていた。一発だけは避けていくところ、しっかり集中して投げられました。今までセーブの機会はなかったけど、中継ぎをやるからにはそこを目指していました。普通は誰かが抜けて役割が変わればどこかで破綻をきたすものです。しかし7回は加藤匠選手の三塁打が出て、8回は四球の岡林選手が2投を決めましたが、ソフトバンクは守りきりました。そして9回には勝ち越し、リードした終盤には無類の強さを誇っていたはずなのに逆転負け。中日にとっても大きな負けとなりましたね。そして先日のホークス戦、中日としては何としても白星をつかんで連敗をストップさせたいところ、そんな中日は先発にエースの小笠原慎之介投手をマウンドへ送り込みます。今季ここまで防御率 1.72、 試合前と抜群の安定感を見せていた小笠原投手。しかしここでもまさかの事態が発生。初回いきなり佐藤選手に支給を与えつつも併殺で乗り切った小笠原投手。しかし2回に雲野選手にタイムリーを浴びると、さらに3回ワンアウト2塁の場面でセカンドゴロに打ち取りますが、これを山本康弘選手がエラー、1、3塁とピンチを広げます。その後4番の山川穂高選手を三振で抑えた小笠原投手でしたが、続く近藤健介選手にレフトへツーベースヒットを打たれ2点を追加され、さらに柳町達選手、広瀬龍太選手にも連続タイムリーヒットを浴び、この回だけで4失点。しかし視界に2つの三振を奪うと、
5回は三者凡退で抑えるなど無失点で切り抜けた小笠原投手、5回86球を投げ被安打6、5奪三振、3四死球、今季最多の5失点、自責点1でマウンドを降りることとなりました。投手の足を引っ張った野手陣はホークスの先発大関投手の前に手も足も出ず、8回に細川選手がタイムリーを放ちますが、この1点のみでそのまま敗戦、2連敗となりカード負け越しが決定しました。しかし6日のホークス戦では開幕投手を務めた柳裕也投手をマウンドに送ると、6回途中無失点の好投を披露。試合では打線が4回先頭打者のビシエド選手が石川修太投手の2球目高めの外角ストレートをライト方向へ弾き返し、今季初ホームランで先制点を奪うと、8回には細川誠也選手が死球で出塁すると、小田剛寿選手はサードゴロでバント失敗に終わるものの、ビシエド選手の打席の間に小田選手が盗塁に成功、ビシエド選手を申告敬遠とすると、ワンアウト1、2塁で加藤匠馬選手が初球をセンターへ運びます。2点タイムリー2ベースを放ち追加点を奪いました。最後は守護神マルティネス投手がソフトバンクを抑え、中日は完封勝利を記録。先日までのリベンジを果たし、なんとかスイープは免れました。とはいえ本拠地で2連敗を喫し、カード負け越しが決まった中日ドラゴンズ、一体ホークスとの差や課題はどこにあったのでしょうか。まずは5日の試合を振り返ってみましょう。この日の敗因については放送のフジテレビ版プロ野球ニュース2024で、特に小笠原、宇佐見慎吾のバッテリーに厳しい声が上がりました。谷沢健一氏は3回の近藤選手に対する投球を上げて、守備にも足を引っ張られ、それを補うほどの投球をすればよかったが、佐打者の近藤に対して内角に攻め切ることができなかったと指摘。さらに宇佐見選手の配球に対しても、内角を2球続けた後に外角に行くというのは得点圏に走者を背負う場面でのリードではないと、その軽率さに苦言を呈しました。確かに近藤選手に3球勝負は急ぎすぎですし、しかも全てストレート、外に投げるにしてもボール球になるような変化球を投げるべきだったでしょうし、ストライクゾーンに投げるのは軽率だったと言えるでしょう。結果論ではありますが、このあたりは投手も反省すべきでしょうね。またこの試合を見ていた元中日荒木正弘さんは、敗因についてソフトバンクと中日の意識の差が大きいと指摘。ソフトバンクについては守備にしても走塁にしても隙がない、やるべきことをやっていると感心した一方、あれは残念なプレーと振り返ったのが2回の中日の走塁でした。0対1での2回にし、2塁内野安打で出塁した7番宇佐見選手は、続く8番岡林の右前打で2塁を回ったところで止まりました。ソフトバンクの右翼柳町選手は定位置も打球は右翼線寄りだったことで、三塁に進塁できる時間は十分にありました。荒木さんは、あそこは三塁に行かないといけないところ、外野の守備位置を見ても打球方向を見ても打った瞬間に三塁を狙わないといけない、宇佐見は最初から行く気がないような感じだったと説明。結果的に続く小笠原は三振に倒れましたが、三塁にいれば暴投などでの得点がある、足が遅いと言っても残念なプレーと振り返りました。対照的に3回に4点を奪ったソフトバンクの中で、4点目となるライト前ヒットを放った新人の広瀬選手は、1塁塁上で悔しそうな表情を浮かべていたといいます。おそらく2塁に行けたんじゃないかと悔しがっていたのだと思う。チーム全体で走塁への意識が高い、そういうところが中日との違いと荒木さんは指摘。その差の大きさがこの連敗につながってると言えますね。もともと得点力がない中日、そこで走塁意識もないようでは勝つのは難しいでしょう。また試合全体を見てみると、自慢と言われている投手にほころびが出ているという意見も出ていました。実は中日一時期炎上を繰り返していたこともあって、チーム防御率は 2.59 とパッと見はいい方なのですが、実はセリーグでは4位の数字、しかも本拠地が広い投手有利のバンテリンドームと考えると、そこまで無双しているわけではないのです。現に先日5日の試合では5失点を喫してますしね。打線は言わずもがな、投手も一部がすごいものの、チーム全体としては
いいというわけではないので、全体的に噛み合っていないと言えるでしょう。そのためここ最近負けが込んでると思われます。試合後、小久保裕紀監督は、ピッチャーがいいのは分かっているので、先発が降りたとしてもね、ただもうちょっと苦しむと思っていた、ヒットは結構出ていて、あと1本が出なかったんですけど、バッターがうまくあのピッチャーに対応していたなというふうに思いました、と予想よりも簡単に攻略できたといったニュアンスのコメントを残していました。それだけにメッキが剥がれつつあるのかもしれません。なんとか6日の試合でリベンジ成功となりましたが、柳投手が6回途中で降りていることなど不安要素も多く見受けられており、投手がバテてくる夏場を考えてくると、今後も苦戦が予想されるでしょう。今でこそ先発やリリーフは揃っていますが、代わりとなりそうな投手が下にいないのも今後を考えると不安要素。なんとか新たな投手が台頭することを期待するしかないですね。ここに来て低空飛行が続いている中日ドラゴンズ、果たしてここから浮上することができるのか、今後の戦いに注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。